種子から発芽したブナの耐性する仕様と本場仕様とは、種子植物で種子の中の肺にすでにできている個体として最初の葉である。形は生体の葉とは大きく異なることが多い。単子葉類では1枚、総子葉類では2枚が多い。2枚が耐性する総子葉類の仕様は特に目立つため、俗に双葉という。皮脂植物では仕様の数が分類の基準として用いられている。 総使用類では一部の例外を除き使用は2枚ある。ただし、総使用植物の節分層や小草シクラメン破れ傘などの使用は例外的に一つである。そのため、疑似単使用と呼ばれる。ほぼ耐性するが非対称のものもある。単使用類では使用は1枚である。これらは使用の数に基づいて分類群として命名されている。螺詩植物では、 使用の数は様々であり、数枚以上のものが多い。種子に排入がなく、代わりに使用が栄養を貯蔵している植物もある。排入のある種子は、使用は小さく、無排入種子は大きい。身近なものでは、豆類や栗、どんぐりなどがそうである。さらに発芽の際に使用を途中に残したまま地上に伸びる植物もあり、この場合使用は光合成を全く行わない。 発芽後、使用の次に出てくる。通常の葉のことは、使用に対して、本葉と呼ばれ、俗に双葉に対しては、本葉とも呼ばれる。ただし、インゲンや枝豆は、本葉が出る前に、発生葉が出る。本葉よりも、厚いことが多い。本葉には、巨子があるが、使用の場合以外もしくは、目立たないことが多い。また、サボテンなど本葉が特殊な形な植物でも、 使用の形は他の植物のものとあまり違いがない。一方で、単使用植物の使用の多くは長細く棒状であり、平行線上の脈がある。なお、扁平ではない。本場、使用とはそれぞれの意味や役割をご紹介。ボタニカ、2020年10月25日閲覧。AB、使用の意味偶国語辞書。空辞書。 2020年10月25日閲覧。ABCDEFGHIJK 日本国語。大辞典。ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典。デジタル大辞典。百科辞典。マイペディア。栄養。生科学辞典。世界大百科辞典。第2版。第一輪第3版。日本大百科全書。生前版。仕様とは。コトバンク。 2020年10月25日閲覧。初商用とは種、苗、園芸用品、農業用資材の総合案内、坂田の種。www.sakataseed.co.jp。2020年10月25日閲覧。種から出てくる、最初の葉は何枚天菜と開く、自然、科学の扉、ネイチャーサイエンス。 nature-and-science.jp 2020年10月25日閲覧。使用からことバンクありがとうございます。